続いてはホテルミラージュ。今回はどんなお部屋を紹介してくれるのでしょうか。さあ、今日はですね、愛知県は名古屋市千種区にあるですねミラージュさんの、はい、お手伝いさんと一緒に来ました。お手伝いさんです。はい、はい、あうんの呼吸みたいな欧米か。なんでどうしてどうして分かんない。まあ、こう たくさんのですね、メニューも豊富でランチタイムもお客さんがいっぱいです。そういうので、部屋数も豊富で、まあ、VIP の部屋からそれから、エコノミーの部屋までたくさんいろいろ揃えておりますけども、パネルから選んで、はい、いきたいと思います。はい、こう入り口があったりして、いや綺麗、はい、お邪魔します。あ、はい、こんなのいっぱいあるんです。あ、メンバーさんですか。え持ってるんですか。ない。で、家の場合行きましょうか。お部屋の部分は、あ、これが空いてる状態なんですよ。ロイヤルスイートはスイート、ジュニアスイート、デラックスする、まあまあ、こっちが順番なんですけど、こんだけしか空いてないんです。え、すごい。え、ロイヤルスイート全部ないの。そうです。スイート、ロイヤルスイートってすごいですね。シンプルっていうのはどんな部屋か見てみようかな。このお部屋でよろしいでしょうか。よろしければお手元の入室ボタンを押してください。戻る。デラックス行ってみようか。このお部屋でよろしいでしょうか。すごい、ジャグジー来ちゃいますよ。すごい綺麗、本当にすごいな。戻る。お、このお部屋でよろしいでしょうか。よろしければでかっ、すごい。入室ボタンを押してください。やめとこう。どうしてですか。もったいない。やっぱスイートがいいな。ごめん、空いてない。空いてない。岩盤浴もいっぱいあるんだ。どこにあるのか。A ランクスイートから岩盤浴あるんだ。じゃこれ岩盤浴ある。押してみる。このお部屋でよろしいですか。最高。おいで、まだにしよう。なんでなんで。まだまだ、いいから。人間欲張っちゃダメだから。これ。で、押して。このお部屋でよろしいでしょうか。よろしいですか。ご利用ありがとうございます。ルームカードをお取りになり、後ろのエレベーターにて4階へお上がりください。どうぞごゆっくりおくつろぎください。で、エレベーター。そうです。ちょっと待って。いらっしゃいませ。ここからはカメラ止めといて。403号室。はい、どこですかね。1。あ、わー、すごい。いいじゃん。最高。綺麗。こんな人いますか。そんな人いないと思いますけど。風呂ためてこい。え、なんで全然すごいじゃん。え、出た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 。ヤッシーさん。貯めといて。違う違う、見て見て見てください。これシャボン玉をやるぞ。覚えてますか。貯めてからやるよ。え、こういうのって使っていいやつなの。へー、豪華。え、これ開けて使っていいんですか。へー、すごい、感動。というわけで今回はしおりちゃんが選んだ、ランキングはそんなに高くないかな。まあまあ中間ぐらい。うんうん、真ん中ぐらい。はい、まあ十分ですよね。全然。だってさ、クローゼット見てよこれ。はい、入ってよ。あ、鏡だ。どこまで入ってる。え、これ入っちゃう。え、違う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 。ああ、広かったんで。何したんですか。広かったんで、こういう遊びはしないでください。ねえ、クローゼット広くてもね。こっちすごかったよ、見て、ほら入れるか。違う、かわいい。全てありますけどね。はい、こういう、何でもある。ありますね、こういう貸し付きとも嬉しいですよね。
ね、ちゃんとあるっていうね、今こういう時期夏休みになって、こう施設に遊びに行くときに近くの最寄りの、ホテルが取れない場合ね、こういうところを利用してもらうっていうのも一つの手ですよね、今観光のお客様はこういうところに結構レジャーホテルのほとんどだから、ああ、いや、できるし、そっちの方がいい。だって綺麗だし、そうだね、予約できて、今日はですね、はい、ミラージュ、ね、チェアーズ店さんに参りましたが、はい、いろんなね、今使い方があります、ね、まあ、ぜひこういう、レジャーホテルというのを使ってみるのも手じゃないですかね。外出も自由にできるし、食べるものも自由にしてる、アメニティも充実してるということで、はい、ネットなんかでもどういう料金プランどんなのがあるかって出てますので、ぜひお試しください。ありがとうございました。